いらっしゃいませ。ようこそリズベットブグ店へ。まあそこに座っててよ。とにかく鉱石のことを調べてみるよ。疲れてるけど寝ようとしても気になって寝られないから。面白い素材ね。うん、要求されるレベルは高いけど私なら大丈夫だった。でもちょっと問題もあるのよね。これ単体ではアイテムが作れないこと。もう一つはうちに置いてある素材はどれも組み合わせられないってこと。少なくともアークソフィアでは一番だと思う。多分ホローエリアの素材が必要なのかな。まあもしかしたら使い道があるかもしれないし取っておくけどね。うん、いい報告待ってるね。どうかしたの？それじゃあね。
キリト、どう？ホローエリアの攻略は？何か面白い話聞かせてよ。今誰もいなくて退屈なんだ。これってカニの甲羅？カニの甲羅ね。そういえば、うん、ねえ、この間の青い鉱石覚えてる？あのあといろいろと調べてたら、基地室と組み合わせたら何かできそうなのよ。そうそう、もしかしたらこの甲羅が使えるかもしれない。そうと分かればキリト、早速出かけるわよ。もちろん大丈夫、相手はカニでしょ。私のハンマーでイチコロだってば。数も必要だけど、たくさん狩るならメイサーの私に任せなさい。任せておいて。よしよし、キリト、まだカニの群れはいる？よーし、じゃあとりあえず一匹倒してみよう。ほらキリト、何やってるの？行くわよ。敵もあんまり強くないし、サクサク倒しちゃいましょう。
素材をドロップする敵が狩り放題なんて、やっぱりホローエリアは素敵だわ。まあキリトの日頃の行いって可能性もあるけどね。さあね、アスナとかユイちゃんとかいろんな人から聞いてるからね。嘘嘘、冗談だって。ほらキリトのおかげでここに来られたんだし感謝してるよ。というわけで早速
店に戻って作りましょう。確か鎧だったと思うよ。ね、前にも言ったけど、作りたいものや調べたいことがあると気になって眠れないのよ。キリト絡みの場合は特に。ううん、なんでもない。このぐらいの疲れで操作をミスったりしないから、安心して見てなさい。そっか、ありがとう。じゃあ始めるね。よし、完成したわ。うん、アビリティもかなり強いし、自信作。でもほら見て、防御力だってかなり高いでしょ。これ着てればホローエリアだって安心よ。というわけで、これはプレゼント。向こうに連れて行ってくれてありがとね。すごく楽しかったから。もしまた面白い素材を見つけたら教えてね。したの？それじゃあね。ちょっといいかな？気配